マナノの SA2 の1段目をガードした後、後ろ足裏で受けてジャンプ中パン強残空波動ラッシュ中継タケコン強竜巻のコンボどうですか。その後前捨てショーパンでプラス3取れます。なんだそのおしゃ確定反撃。それしかも位置も入れ替わんなかったりするの。まあ、本来ってか、なんか俺がいつもやってる確定反撃は割と適当というか、は割となんかもうアドリブでこんななんかめっちゃ適当コンボしちゃってるよね。ぶっちゃけなんか画面中央に戻るのめんどくさいなーぐらいの。ただこれ後ろアシュラで、あーはい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 、でジャンプ中パン強残空ラッシュ中継タケコン、はあ2703、なるほど。これって普通にさ着地してからよりこっちの方がいいかもね。後ろ足らは確かに、でもめっちゃいいなこれ。普通に後ろ足らこれでいいかも。これバリヘル、これでもいいね。確かにこの下がるまでのこの後ろ足らって選択はすげえいい気がするわ。爆捨てより後ろ足らの方が簡単でしょ。これはかなりいいね。この動画はこちらの提供でお送りします。初コメ失礼します。マスター目前号機使いなんですが間違えるにボコされます。泣きどうすればよいでしょうか。まあガエル戦ってでもさ口で言うの難しいよね。なんかいる今リスナーにマスターガエル使い、リスナーにマスターの間違えるいる。まあ絶対間違えるだと思うんだけど。もしいるならその人と対戦してね見せれるけど。お今マスター間違えるになりました。実演したのが、そんな、なんだろう、俺も難しいことせずに、すげえシンプルに教えるために、難しいことはせずに、こんな感じでいいんだよーっていう。あれ、取れたてピチピチガエル名前何？入れる？新鮮間違えるは市場価値高いね。だって間違えるなんて何十年前からいるわけじゃん。そんな中、たった今マスターに昇格したっていう間違えるは、市場価値高い。なんやろ、新子みたいな感じ。今ちょうど新子の季節やし、寿司でいうとこの新子やな。おいで新子は何小肌とかこの城とかのほんまに稚魚で、今がその出てる時期なんよ新子って。めっちゃ高い、超ちっちゃいんだけどめっちゃ高い、市場価値やばいです。おお新子だねこれは。ピチピチの稚魚だねこれ、いいね。すごい、でも64時間でマスター行ってる。さあな、まあ、ガエル戦で大事なのって、まあ、とにかくまず飛び。てか、さっき質問した人って号機？あ、マスター目前号機使いだもんね。まあ、どのキャラ使うにしろやっぱガエル戦で大事なの飛びでしょ？で、まあ、あと対空。まあ、対空はもうどのキャラもか。やっぱり、しっかり、ガエルのソニックに対して飛ぶっていうのと、やっぱガエルが画面端近い時、生ラッシュでどうにかライン上げてこようとするから、そこをしっかりとがめる。この二つがとにかく大事だね。この二つがとにかく大事。で、やっぱりそのガエルが牽制技振りたいところで、ちょっとこっちもグッと我慢する。で、グッと我慢して差し返しを見せるか、差し返しむずいと思ったなら、膝ウォーク。立ち中継。まあ、マスター目前ってことやから、差し返しとかまだむずいと思うから、膝を置くってのが大事。で、やっぱ飛ぶタイミングは、なんやろう。相手が、横ためがあるときだね。横ためあるときしかソニック打てないから、ガエルは。そのソニックを打つ気がないガエルに対して飛んでも意味ないじゃんか。で、その横ためがないときのガエルに飛ぶってそういうことなんよ。ソニック打つ気ないガエルだから飛ぶ意味がないのね。だからしっかり相手のためを見ること。3先1本でお願いします。難しいことはしません、本当に。飛びが届かない位置にいては始まらないとはよく聞く。まあそうね、だから飛びが届かない位置のソニックとかはなんかジャスパしてこういうのね、こういうソニックはジャスパしてこういうオーディ波動とか打つのが大事で、ここ今しっかりガエルが横ためやったから飛んだでしょ、ここのね横ためがあるときにしっかり飛ぶ、ここもで、ここで生ラッシュ注意、ほらここね、ガエルがもう画面端近い時は生ラッシュしてきますよっていう。で、ガエルは結構その下ためキャラやから割と中段が刺さりやすい。だからラッシュ中段とかは結構攻略に入れていいかな。間違えた。
あ、やばい、やる。これはオディショール。ガイル側が何もしてなくてもガードでも削り KO だから、まあここはちょっと判断がむずいとこだからどうでもいいんだけど、気にしなくて。こういう風に横ためあるでしょ。で今ナックル来てたけどあれだから、本当はあれだから、ソニックだから化けてるっていう。あ、ごめん。まあここの対空とかはねむずいから、まあもう切り替えるのは大事かな。多分落とすのむずいと思う。であえてガエルが何やろう、あ、こういう風に結構俺飛んだやんか。だから結構飛びを今警戒してきてるわけやん。でこういう飛び警戒し始めたところにラッシュとかで触りに行く。飛び警戒してない時のソニックモードのガエルに対して触りに行っちゃうと、やっぱりそのソニック置かれててこっちの通常技が巻きたりするから、一回黙らせんのが大事。ここね、横ためがあるんで飛びます。でもここはもう適当に10度で、ここで相手ドライブゲージ余ってるから、オーディソニックと生ラッシュを警戒するポイント。今のはうん、画面端を追い詰めてるときはそんなにね急ぐ必要はない。結構ガイル側からダメージが飛んでくることが多い。ここね。でたまにはこういうなんか相手の中和消費とかに対して D リバ見せるのもありなんですけど、僕が下手くそでした。でこうなるときついよね、これ負けパターン。ガイルにもう画面端を脱出されたときはかなりの負けパターン。これもちょっとしょうがないなぐらいの気持ちでいた方が、割と取れたら美味しいなぐらいの。で一応このガエルのね柔道はラッシュ見えてから昇竜で勝てるから安牌だから、そこは真似してもろて。難しいけど、多分 SA1 が出なかった感じかな。でここで多分あ、返せない。うわすごい、こういうのね。今の距離ってさ、もうソニック飛んでもさ絶対確定取れないじゃん。だからもうソニック飛びを攻略とせずに、ソニックをジャストパリーしてそこからオーディ波動とかで展開してる感じ。でもこれ多分飛んでくるしかない。多分もうね、あんだけ生ラッシュ止めてるからオーディソニックとか飛びがきそうな予感だが、こうなったらねもう結構ため波動とかもある。割ともうドライブゲージ有利取れてるから。でこう5分結構この生ラッシュにはあの密着の場合は結構ね5分のこと多いからしっかり暴れること大事で、今のジャクソニック置き攻めあったじゃん。ジャクソニック置き攻めで生ラッシュで追撃来るみたいな、ああいうのはその最初のジャクソニックをジャストパリーして即しゃがみ中パンとかでボタンを押すことで今みたいに勝ったりするから、あれもね割と真似した方がいいかも。間違えた。もうこうなると思うね、勝ちですね。うん、まあ当然こんな、これちょっとさポイント差があるからそこも加味されちゃうんだけど、こんなうまくはいかんと思うけど、基本的にはあんな感じ。しっかり飛び見せて黙ったら通常技ラッシュで触って、で相手端を追い詰めたら生ラッシュをすごく警戒するっていう、これがすごく大事かな。ピチピチガエルありがとう。でこれでもっとガエル側が上手くなってくると、しっかりやっぱそのなんやろ、今の、まあ、逆にガエル使いにアドバイスするんであれば、基本的にもう待って
ソニック打って、で、飛びが来ると思ったらしゃがみっぱで待って、で、いつの間にか画面端みたいな、結局なっちゃうから、あれにやっぱりしっかりガイル側は前歩きっていう行動を足さないとダメになってくるのね。前歩きから牽制技を当てに行くっていう。そういうの見せることで、なんやろ、こっちが気持ちよくガイルを画面端に追い詰めることができなくなっていくってのがあるのね。だから今のガイル使いはもうちょい、なんやろ、結構攻めてくるなと思っても、しっかり自分から前に歩いて、ソニック様ではなく、しっかり通常技で戦うっていうのも混ぜていくといいかな。そんな待ってないガイルだったな。あのさあ、そう、こんなさあ、配信でわざわざ来てくれてさ、それでさ、そんな待ってないガイルだったなって、おめえ何様だよって話になってくるから、やめた方がいいぜ。やめた方がいいぜ。そりゃ緊張もするよ。俺はリスナーを教育していく。どこに出しても恥ずかしくないように。川野さんと対戦できたので、おとなしく、肝臓の手術受けてきます。大丈夫大丈夫それ。頑張って。ホームラン打ったから手術するやつみたい。肝臓手術はマジで頑張ってくれ。酒の飲みすぎか？仲間やな。すごいな、でも。あれやな、肝臓手術の前にランクマするぞっつって最後にマスター入れたのよかったね、本当に。でも。本当によかった。あ、じゃあごめん。最後はちょっと言葉のあや。最後は言葉のあや。19でプロテインの飲みすぎで肝硬変です。大丈夫？俺も頑張って中段立てるようになってくるから、頑張って、肝臓の手術行こう。いや、プロテインはそう取りすぎると肝臓ちょっとね、来るんよ。じゃあ決めよう。決めよう、マジで。もう次の試合、俺絶対次の試合シベリアン飛ぶから、そしたら手術受けてこい。肝臓の。約束な。俺との。絶対立つから。立つじゃねえ。立ったら食らってるわ。絶対飛ぶから。俺との約束な。すごいよな。もう手術受けるの確定してんのにさ。これ逆に言うと俺がシベリアン飛べへんかったら手術キャンセルせなあかんってことやからな。こんな話ある？行ってきます。お疲れ様でした。ガチ頑張って、ガチ頑張って。この動画はこちらの提供でお送りしました。